佐田の海隆氏は、熊本県熊本市出身で境川部屋所属の現役大相撲力士。本名は、松村要。身長184センチメートル、体重142キログラム、血液型大型。特異種は、右四つより上手投げ。最高位は、西前頭筆頭。1980年代に速攻相撲で活躍した、出羽の海部屋所属の元小結び。 佐田の海の長男として生まれる。幼稚園の頃からすでに力士を志していたようであり、授業でお相撲さんになると将来の夢を書いたこともある。父が教会を退職したことをきっかけに小学校6年の1999年12月から中学校2年の2002年1月まで愛知県の犬山市で育ち、犬山市立上等中学校に通った。父からは、 勉強はしなくていいから何でも好きなことをやれと言われ、松村は野球に打ち込んでいたが、その代わり父は経験のない状態で大相撲に進んでもらうためにあえて相撲のアマチュア経験は済ませなかった。勉強はしなくてもいいと言われたのにもかかわらず、小学3年生か4年生の時にオーレ後の通知表をもらったことがある。父の現役時代に憧れて、中学卒業と同時に、 父の弟で死である13代境川合唱を務める境川部屋に入門し、2003年3月場所で初土俵を踏んだ。境川部屋を選んだ理由は、父から男を磨くなら、この部屋だと勧められたことであり、本人はてっきり父の所属していた部屋である、出羽の海部屋に入門するのだと思い込んでいたという。 2004年1月場所から、父親の現役時代と同じ、佐田の海の嗜名を名乗る。本人はこの嗜名を襲名したことについて、入門してみて、佐田の海を名乗るのは、恐れ多いと思いましたが、1年目の九州場所の時に、境川から、今場所は勝ち越しても負け越しても来場所から佐田の海で、行くぞ、親父さんには俺から行っておくからと言われ、最初は、 顔じゃないと遠慮したんですが、この世界は師匠の言うことは絶対なんでと話している。軽量のため苦労したが、2007年11月場所で三段目、優勝を果たして頭角を表すと、翌2008年1月場所に幕下に昇進。その後は幕下中位に定着し、2010年1月場所において幕下優勝を飾った。翌、 3月場所は、自己最高位となる、西幕下2枚目の地位で3勝4敗と負け越した、ものの、重量の土俵に上がり、同郷の白の波から勝利を挙げた。続く5月場所では、東幕下5枚目の地位で5勝2敗と勝ち越し、場所後の番付編成会議にて、同年、7月場所における、新重量昇進が決定、土地あずまきらとその次男で1996年、 5月場所で新十両へ昇進した土地あずま大、広市の例以来14年ぶりとなる史上9組目の親子関取となった。十両昇進後は8場所十両に定着したが、2011年9月場所千秋楽の取り組みで右足首を脱球骨折し、手術を受けて翌11月場所を全休して十両から陥落。本人はこの怪我について後に、 その年は一回も勝ち越してなく、しかもその場所も7勝7敗だったんで絶対に勝ち越したい気持ちが強かったんですね。寄り倒されたんですけど最後まで諦めたくなくて無理な体勢で残そうとして怪我をしましたと振り返っている。幕下に下がっても重量復帰目前まで来ては負け越しが続き2年間も幕下で低迷した。幕下陥落時には 豪栄道の付け人や、ちゃんこ番を務める生活を送り、一年以上も、関取だっただけに辛かったというが、ちゃんとやっていれば、部屋の強い力士に追いつける。心配するなと父に励まされて、再起を図った。中学生の時に、ビデオで見た父の取り口も思い出しながら、下がりながらの投げ技が足首に負担をかけていたと、分析し、稽古を重ねて、 出足を重視した相撲を磨き上げていった。2013年3月場所には、左目の眼底骨折に見舞われ、医者からも、完璧に治ることはない。もし相撲を続けるなら、二重に見えることが当たり前と思って取るしかないと言われるほどの重症であったため、本人も、これは相撲どころではない。相撲をやめて、何の仕事に就こうかと思ったが、意外にも手術がうまくいったため、現役続行を選んだ。 境川からも頑張っていればチャンスは絶対に来ると激励されたことや知り合いに再就職の紹介を頼んだ際にバカ野郎そんな中途半端な奴に紹介できる仕事なんかないよと言われたことも現役続行につながった同年11月場所で東幕下5枚目の地位で4勝3敗と勝ち越し通常ならば重量昇進は難しいが アランの引退と十両から幕下に降格する力士の数が多かったため、翌2014年1月場所で13場所ぶりに十両に復帰することが決定し、西十両13枚目の地位で土俵に上がることとなった。2014年1月場所は9日目に勝ち越しを決め、2日目から10連勝するなどを好調であり、11勝4敗の好成績を挙げた。翌、 3月場所は自己最高位を西十両4枚目まで更新し、その場所は11日目に勝ち越しを果たすなど、好調だったが、その後4連敗し、最終的には8勝7敗となった。翌、5月場所では初土俵から所要66場所で新入幕を果たし、これにより父と自身が史上8組目の親子幕内となった。幕内昇進会見では、 父を超えることが親孝行。どんどん番付を上げると意欲を語り、境川はお父さんから15歳の彼を預かった時から男の約束だった。怪我しても地道に稽古していた。相撲の神様が見ていてくれたんだろうと考え深げに話していた。父も他の死ん弟子なら一目で物になるかわかるが自分の息子となると。 だからこそ育ててくれた親方に感謝していると、息子が幕内昇進をつかんだ時期にコメントを残しており、いつも息子がかけていた電話での助言は、もうしない。それくらい進歩したよと話していた。新入幕の5月場所では、10日目に勝ち越しを決めるなど、校長で、先週楽に玉足を突き落としで破り10勝5敗と2桁勝利を挙げ、父と同じく新入幕で、 関東賞を受賞。親子で新入幕の場所に三賞を受賞したのは、史上初めてのことである。最高位を東前頭11枚目まで更新した7月場所は6勝9敗の負け越しに終わるが、翌9月場所は、わずか1枚加工の東前頭12枚目の地位を与えられ、ここで8勝7敗の勝ち越しを収めて、翌11月場所は最高位を 西前頭7枚目まで伸ばした。その11月場所では4日目の千方取り戦での取りこぼしもあって7勝8敗の負け越しに甘んじた。西前頭8枚目で臨んだ翌2015年1月場所は先週楽に宝富士の勝ち越しと関東省受賞を阻むなどの奮闘を見せ9勝6敗と勝ち越した。自己最高位の東前頭2枚目で臨んだ翌。 3月場所は上位陣の壁に跳ね返されて9日目に早々と負け越しが確定したものの10日目から6連勝して7勝8敗で場所を終えた。5月場所は東3枚目の地位で初日に関脇、照ノ富士を寄り切りで破り、4日目に横綱、春馬富士を引っ掛けで破り、初金星を獲得するなど4連勝のスタートを切る。 その後連敗もあり13日目まで6勝7敗の成績だったが、14日目と千秋楽に連勝して8勝を上げ上位で初めて勝ち越した。しかし、三役目前の西前頭ッ頭に番付を更新した2015年7月場所からは負け越しが続いている。西前頭10枚目まで番付を下げた1年後の2016年7月場所では、 中日の時点で6勝2敗と好成績であったが、9日目から6連敗を喫し、年の区場所制となった1958年以降では、高野涙を抜いて、ワーストとなる幕内7場所連続負け越しの記録を作ってしまった。千秋楽は遠藤を押し出して、連敗を止め、4場所連続の7勝8敗で場所を終えた。この結果に、佐田の海本人は、 今場所こそと思っていたんですが、続けば続くほど変に意識してしまう。力不足じゃないですか、とコメントを残している。翌2016年9月場所は14日目に新入幕の千代昭馬を押し出して8場所ぶりとなる、勝ち越しを決め、めちゃ緊張した。勝ち越せてよかったと頬を緩めた。この場所は、道部屋の大関、合栄道が、 初の幕内最高優勝を果たしているが、彼の活躍が刺激になっていたかと聞かれると、自分のことで精一杯と苦笑いしていた。場所後の9月30日、看護師の女性との婚約を発表。5年前に講演会関係者に紹介されたが、この時は女性の親族が講演会関係者ということもあって、軽い気持ちで付き合って、別れると迷惑をかける。どうやって、 逃げようかと考えていたという。何度か食事を重ねていくうちに、いい感じだったので、自分から付き合ってもらえますかと言いましたと、交際がスタート。2011年9月場所で足首を骨折し、その後に幕下へ転落した時を振り返り、弁当を作ってくれたり、献身的に支えてくれたと感謝。婚約者は、本当に真面目で優しくて、頼りがいがある。 素敵な人と満面に笑みを浮かべた。7月場所前の6月に、車の中でプロポーズした。2017年1月場所は12日目から、休勤相撲を3番連続で落とし、先週楽は、負ければ負け越して重量陥落の危機であったが、これを勝って8勝7敗と幕内残留にこぎつけた。5月場所には10両に陥落したが、6月11日に、挙式。 披露宴には、八角理事長をはじめ、出羽の海一門の親方衆、関取衆や、二所の関審判部長らが出席。約600人が二人の門でを祝った。9月場所は、右下手法し式縁、筋膜炎で回復まで、約2週間が必要と診断書を提出して休場。6日目から休場した大関照ノ富士と入れ替わりのような形で出場したが、本調子にはほど遠く。 そこから7連敗。13日目にようやく、西木相手に初日を出し、翌14日目には輝きを破ってなんとか2勝を上げた。翌11月場所は3場所ぶりに十両での土俵となったが、体の状態は万全ではなく、初日から4連敗を喫するなど、自身初めてとなる十両での負け越しを経験した。二千十八年三月場所は、持ち味の速攻相撲が冴えて、 初日からの連勝を記録。10日目を終えた時点で8勝2敗として、竹風、水刀流と共に優勝争いのトップに位置づけた。11日目に3敗目を喫したものの、同日に他の2人も負けてトップを維持すると、そこから連勝で13日目を終えた時点で10勝3敗として優勝争いの単独トップとなった。しかし14日目に、 大勝方に敗れて4敗目を喫し、琴と光、こう、秋瀬山に、同率で並ばれた。それでも先週楽に、誉富士を破って11勝4敗とすると、十両、優勝決定戦では同じく11勝4敗となった、秋瀬山を寄り切りで破って、自身初となる十両優勝を達成した。5月場所から9月場所までは幕内で3場所連続8勝7敗。 7月場所で自身初となる幕内での連続勝ち越しとなり、幕内連続勝ち越しの自己記録は9月場所で3まで伸ばした。2019年3月場所は7日目まで3勝4敗と一進一退であったが、そこから連敗して11日目に負け越しを確定させた。この場所は落ちる相撲が比較的多く、負け越しが確定した11日目までにはたき込みで2番。 引き落としで一番負けている。12月4日の冬巡業日と吉場所では、まだ若手のつもり、三役に上がりたいと思ってやっている。ここ数年そこしか見てないと、今後も、新三役を目指すことを宣言した。基本的に父と同じく右四つになって夜、速攻相撲を得意とし、立ち合いも、真っ向勝負が多い。本人曰く、立ち合いのスピードは父に及ばないが、 父よりも手足が長いので父から、お前には俺にはない投げがあると評されている。新入幕会見では、境川が、佐田の海が昇進をつかんだ取り口について、投げも出ながらになり一つ一つの技の思い切りが良くなったと証言している。しかし相撲が一本調子になりがちであり、父からも、相手を引いて、距離を作らないと。一発、二発、突き放して、 そこから中に入っていくことができれば、横綱、大関陣に対して、ひょっとしたら、というのが出てくるかもしれない。今は当たってすぐ懐に入ろうとするから、大きな相手には引っ張り込まれてしまう。しかも軽いから勝てない相手には全く勝てないと、評されている。速攻が得意である一方、土俵際での粘りも強く、2015年の幕打ちで、 物言いがついた取り組み49番のうち6回が自身の取り組みであるという記録を持っていることから行事泣かせの異名を持つ。本人はこの土俵際での粘りについてせめて物言いがつくのは詰めが甘いから土俵際で逆転するのは下がっているから下がっちゃうのは入門した時からの癖と反省の言葉を並べている。年月場所前の座談会では 中立からどういう相撲を取りたいのか、いろんなことをやるでしょ。立ち合いで当たって中に潜りたいのか、上手を取りたいのか、どれか一つこれというのを決めてもらいたいなと思っているんだけど、と反発相を指摘されており、同時にちょっと圧力をかけられると横に飛ぼうとするから、辛抱がないんだよねと厳しいコメントを出されている。30代に入ってからは、 調子の悪い場所で引き技に沈む場面が目立つようになった。普段は4つ、一辺倒だが、2019年5月場所9日目の、千代ショ戦のように露骨にもろ手付きでバリサしに対処して白星を収めたケースもある。この日の NHK 大相撲中継で解説を務めた13代、久米川によると、普段はもろ手付きなどやらないとのこと。 2021年7月場所終了現在、ありがとうございます。